っていいですか。お待たせいたしました。はい、ザワイド独占今週の男前はカトゥーンです。独占インタビューをしてきたんですが、初めて見せる5人の絆、これは5人の絆、凄技とは初めて。5人の凄技、はい、歌と踊りは普段から見せてくれてますから。そうなんですけれども、ザワイドだけに見せてくれた技があるんですよね。何ですかね、はい、でデビュー1周年をちょうど3月22日に迎えまして、はい、はい、その1周年迎えたカトゥーンにインタビューしてまいりましたので、どうぞご覧ください。お疲れ様です、ザワイドです。あ、うわー、ザワイド、びっくりした。まさかザワイドまで来てくれるとは思わなかったです。お前さんじゃないですか。お前さん1周年おめでとうございます。ありがとうございます。覚えてくださったんですね。この1年でどうですか、変わったこととか、はい、ありますか。こういう風に新番組持たせていただいたりとか、はい、うん、ね、まあ、CD デビューっていうのが本当に初めてで、そのアルバム制作だったりとかも初めて尽くしの1年でしたね。そうです。来月にはライブ DVD とニューアルバムの発売に加えて全国ツアーも開始。まさにノリノリ絶好調のカトゥーンの皆さん。さらに来月4日からは初の冠バラエティ番組カートゥーンカトゥーンがスタート。さまざまな分野のゲストを迎えてのトークや特技や趣味の対決コーナーなどを通じてメンバーの魅力が全開する31分間の番組だとか。あの主婦の人たちにもちょっと刺激的な、すごいワイドに見ていただけると思うんですよ、ね、はい、なんか普段なんか聞けないような話だったりとか、あんなことやらこんなことって、ね、あとはちょっと考えさせられるような話とかも、まあ、ゲストの方によっていろいろな話題が出てくると思うんです、はい、うん、あとチョロリもあるよねえ。そんなカトゥーンの皆さんがなんとザワイドの視聴者だけに本邦初公開、とっておきの連携プレーを披露してくれることに。果たしてデビュー2年目の絆とは。1年目の絆、ちょっとそう絆をだぞ。1年目、2年目の2年目。もうダメだ、もうダメだ。ジャックマサキングウェッシュのビートセス武器にシンプルネックスならんぼテスマカシケートね掲げシンプルネックスならシンも全部かな開けおらーおらーおらーガチおらお前らひどくねお前ら俺らのポイント待て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 失敗だぞ。いやいやいや受けん受けんだろ、こんだけ受けて受けんじゃねえ。でも面白かったからいいんじゃないですか。よしさすがファンの子たちのおかげで2年目入りましたから、はいはいはい、これからもね、うん、やっていきたいと思いますのでお願いします。ありがとうございました。小林さん、すごい技ってあれですか、首投げ。